はい、ルイフです。今回はどこに行ったかと言いますと、ギリシャのザキントス島です。イエーイ。今回はですね、なぜ、ザキントス島を選んだかと言いますとですね、僕ね、よくいろんな人に、行き先はね、どうやって決めてるんですかというふうに、よく聞かれます。それはですね、僕はね、よく行きたいとこリストをね、もうリストアップしておりますと。その中で、まあ、期間の中で行けるところを選んでるというところです。で、今回はですね、2週間弱の、旅でしたので、実はね、ギリシャではなかったんです。今回はね、実は、トルコがメインテーマ で、でした。行った先で、どういう風に、回ろうかなというのを、まあ、旅行会社みたいなところに相談をねしてたわけですよ。そしたら一個は、アテネに行ったことあるかという風に言われて、アテネってまずね、全くね、頭に、ありませんでしたので、じゃあ行ってみようかなというところで、もうアテネ行きの、飛行機をね取って、それから、行き先が変わりました。で、アテネの中で、いろいろね、検索していると、出てきたのが、もともとね、夢に入ってました、サントリーニ島とザキントス島です。今回ね、サントリーニ島に先に行きまして、で、サントリーニ島とね、アテネがあって、そしてザキントス島ってね、ちょっと真反対になるんですね。なので結構ね迷いました。一度アテネに行って、でそれからねまたザキントス島に飛ぶということになりますので、まあちょっと迷いましたけど、でもね、僕はいつも思います。迷ったら行けです。もうね、人生長いスパンでね考えると、そんなことはねどうでもいいということが結構あるんですよね。はい、だから人生の長い、ターンでね考えた時にどっちがいいかっていうのはね、もうめちゃくちゃ僕は大事な選択だと、思います。でザキントス島はですね、暑いので、基本的にはね短パン T シャツ B3、で、大丈夫です。ただね、おしゃれなとこも多いので、ちょっとねシャツ系を羽織ったり、日焼けとかね、朝夕に関してはちょっと 長袖がねあってもいいんじゃないかなというふうに思います。であとはね、ビーチを、行く中で、結構降りるときに岩場、に行ったりしますので、一個はね、ちょっとごつめの、しっかりしたスニーカーが一個あった方がいいと思います。そういったやつがあると、さらに安心して、ビーチ沿いが、楽しめるんじゃないかなというふうに思います。アテネから、オリンピックね、航空で、1日に1、2本出てるんじゃないですかね。そこから、1時間弱でのフライトで、到着するのが、ザキントス島です。で、ザキントス島の、まあ一番のね、有名なスポットは、と言いますと、シップレックビーチといってですね、シップレックは沈船という意味ですね。そして、別名ね、ナバイオビーチという、有名な、なんで有名かというと、まあ日本ではね、紅の豚の、舞台に、なったと、モチーフになったと言われているビーチがありまして、そこに行ってきましたと。まずは、上からね、見るところです。よくね、死ぬまでに一回は見てみたい絶景の中によく入ってます。ナバイオビーチ上から見ました。案の定ですね、展望台みたいになって、ますけど、多くの、観光客がね来ておりまして、この、駐車場を止めてですね、歩いていくんですけど、その一番の、ま、展望所といいますか、張り出てるスポットがあります。そこにはね、多くの観光客はもちろん、来ていてですね、1時間ほど100名ぐらいいたかな、100名ほど、並んでいてですね、1人大体暗黙の了解で1分ぐらいと限られております。いよいよです。1時間待って、多分見るのは多分ね1分で終わると思います。なので、まあ、1時間ぐらいね、ちょっとずつちょっとずつちょっとずつ、近づいていってですね、最後この絶景をねもう見る、前はですね、もうとにかく私は見たいのプラス収めたいわけですよ。 GoPro 一眼レフ携帯で収めたいのがあるので、
もう感動もあるんですけど、もうとにかく撮らなきゃ撮らなきゃってね、段取り考えてっていう中で、もう感動してるのはね3分の1ぐらいの中で、まあそれでももうなんとも、言えない、天国のような、光景でした。ね、まずね水の色がね青いんですよ。青いなんかね、青さがねちょっと違う、なんか今まで見てきた中の青さと違って、ターコイズブルーなのか、もう本当に、ね、見たことない青って感じです。青、はい、まあ、これね見てみてください。そして、このね人が点々といて、もうここの一番のね特徴である沈線がね上から見てて、もうまさしくずっとインターネットとかね写真で見てた光景で、もう本当に、感動しました。ただ、もっと、感動したのは紅の豚の、中でも、そこはですね飛行機でしか行けないというところなんですよ。でまさしく、この上からね降りていけるところはなくて、船でしかね回って、船でしか行けないというところなんですけど、でまあどうでしたかね、1時間もかからなかったと思いますけど、もう本当に綺麗な、海をね、上をねこう進んでいきまして、そこはねこの入り江みたいに、なってますので、ずっとねそこは見えませんけど、回って最後の岬を、この回ってね、もう沈線が、見えた瞬間は、まあもう本当に、感動しました。あれがっていう、リアルだーみたいな。やっちゃったよ、やっちゃったよ、やば、冗談でしょ、夢でしょこれ、夢。そこで降りてですね、もうたった一人なわけですよ。たった一人だけど、まあ上で見た時もさることながら、僕はもうね、まあ細かいねリュックやお酒をねこう置いて、もうそこの、もうその目の前に沈線、ビーチでね立って、なんかそこに立った時に、もう本当に大の大人がですよ、もう本当に、泣き崩れました。マジか、やばい、もう本当に信じられない、信じられない、本当に信じられない。まあこの青い海、そしてこの沈線、沈線もですね、なんかすごい、いつのもうすごい前の沈線だと思いますけど、本当に朽ち果ててて、昔ね座礁したんでしょうね、もう鉄の塊で、本当に前は海をこうやって航海ねしてたんだなと。そしていろんなえぐれてるので中が見えるんですね、部屋があったり、なんか操舵室か分かりませんけど、そういうのがあったり、本当に昔生々しい鉄の、本当にここに船があるんだなと。でね回って、見ていく中で、なんか本当になんか泣けてきて、なんかこのシチュエーションにいること、何万キロか何十万キロか分かりませんけど、遠く離れた地で、一人で行って、この夢のような、感動に、感動しているというか、本当に今これ夢なんかな、夢か誠かってね、まさしくそんな感じで、これはいかんね、これはいけません、もう嘘みたいなもんね、そこにあるの、これは夢かな、本当かね、これは夢かな、大の大人が本当に、泣き、ワンワン泣いてしまいました。これがねでも僕の旅してる理由です。ずっとね、夢見てた光景、みたいなものが本当に今その場所に行ってその空間に、いる、夢だったら覚めてほしくないなって、鳥肌が立つような涙が出るようなね、もう本当に、夢を叶えるっていうことを僕はもう人生で一番好きな大好きな瞬間です。ぜひ、皆さんもですねこういった体験を、してほしいなと、思います。ルーフーズハッピーライフチャンネル登録、そしていいね、そして、ベルマークよろしくお願いします。
一斉のでクラップヨーヘンズ鳴らせろパパンパン人生は絶対に変えられるルイフーズハッピーライフチャンネルだイエーイ暗闇は切り開く万歳 Life is one time だから気の持ち